もう虫ですが、本当におもろいです。はい、ちょっと私、お金がなくてご飯食べれなくて、お金がないんです。朝も食べてないし、今お昼になるのか何時なのか分かんないんですけど、ご飯はあるんですけど、お金がないのでご飯は買えないんですけど、食べられないので、確かに気になりますよね。カンパしていただけないでしょうか。俺お金持ってないから。いや、だったらあれで、あそこで買ってきていただければ待ってますけど。お金がないから。なんでしょうね。でも食べるものないんで、私お金がないんで今。いや、そういうふうに言われてますか、田中部長に。田中部長、いや、いいんですけど、いや、お金がなかったら、なんとかカードみたいので、なんか食べるもの買っていただけませんか。食べるもの食べてないんです、私。うん、俺も食べてないし。食べてないって言っても随分食べてるんじゃないですか、その体だったら。いや、大きなお世話だよね。で、ここから先行った方がいいんじゃないですか。だって他の人行ってもまた同じことじゃないですか。またそういう風にやって、関西の佐藤さんじゃないですか。関西の佐藤さん誰だか知らないけど。そういう風に言われてますでしょ。ただそのお金って私の夫が送ってるものだったりするんですよ。え、誰に。いいです。もうそういう風なあれで、いずれ警察に捕まりますよ。ありがとうございます。そういうことやってたら殺人幇助になるんですよ。あ、そうなんですか。私食べるものなくて本当に困ってますから。うん。何でもいいんで、食べ物ないですか。ないですね。あのその中にあるんじゃないですか。どこですか。そのゴミ箱の中に。失礼じゃないですか、そういうのって。いや、お宅の方が失礼だと思うけど。私を誰だか知らないんじゃないですか。知らないですね。誰ですか。舐めた考えだよね。どこの誰ですか。特に仕事をしたことないだろうし、家柄があなたと違うわよ、はい、私の夫はメリーチョコレートカンパニーの社長の息子なの。バカにしないでください。はい、はい。